脳だ岳は南アルプス国立公園内の赤石山脈にある標高3026メートルの山である。山頂は山梨県と静岡県の県境にまたがる。日本0百名山、新日本百名山、及び山梨百名山に選定されている。山頂は東西に分かれ、南東側の脳だ岳は標高3026メートル、北西側の西脳鳥岳が3051、 メートルである。名称の上からは脳鳥だけが、本法はいされ、三角点も脳鳥だけにしかないが、標高は西の鳥だけの方が高い。北岳、魔の竹と共に、白鳳三山の一つに数えられる。名前の由来は、春に山頂当面に白鳥の形の残雪が現れるためだとされている。しかし、似たような形の残雪は魔の竹にも現れるため、 明治時代までは、現在の間の竹が脳鳥竹と呼ばれる場合もあるなど呼び方は一定していなかったようである。山頂付近は森林限界の廃末帯で高山植物が自生し、来鳥の生息地となっている。深田久屋の日本百名山には含まれていないが、間の竹の甲に脳鳥竹の行き方についての記述がある。毛し山から望む 白鳳散々左からのおとりだけ、間の竹、北竹赤石山脈の間の竹から伸びる枝尾根状にある。南方には長く白峰南霊が伸びる。源流となる河川は太平洋へ流れる。山小屋は西のおとりだの北側、間の竹との安部にのお取り小屋が、奈良田との間に大門、沢小屋がある。北竹周辺にも複数の山小屋がある。 大部分の山小屋で営業期間外は緊急避難用として一部が解放されている。ありがとうございます。